ね、もう始まってるからやめてよ。こんにちは。こんにちは。遊びに来てよ、ありがとう。そう、水がいっぱい。どこにいるの？キッチンにいる。こんにちは。こんにちは。お菓子作りする。そう、お菓子作りする。あ、ハートありがとう。こんにちは。こんにちは。ね、音聞こえてるからさ。練習した、してない。これから初めて。な、ハートありがとう。こんにちは。お姉ちゃんの子。え、なんかさ、目の前にいるから嫌なんだけどね。こんにちは。ハートありがとう。ありがとう。聞こえない。こんにちは。お姉ちゃんが作る、なんか自分で作るし。自分で作る。そう、置いた置いた。ついに来ないよ。来ないよ。ああ、流れ星ありがとう。ハートありがとう。そう、メイド、メイドでお菓子作る。ハートありがとう。完成したのは こちらとお姉ちゃんの作ったのが出て、違うよ、自分で作って。ハートありがとう。お、ありがとう、結婚してたって。ありがとう。ありがとう。何作るの？何作ると思う？予想して。くん、ありがとう。うん、ありがとう。ペンライトありがとう。流れ星ハートありがとう。ペンライトありがとう。箱買いはしてないよ、普通に買ったらしい。あ、ハートありがとう。マカロン作り、違うよ。違うよ。クッキー、違う。あ、ペンライトありがとう。ハートありがとう。ありがとう。そう、チムイの水レバニラ。ね、そういうのじゃないよ、ちゃんとお菓子みたいなやつ。マグロの、それさ、さやちゃんじゃん。チャロもベルもいるの。いるよ。あ、予防接種痛いよ。あ、ハートありがとう。遊びに来てありがとう。ケーキ、違う。あ、ありがとう。ありがとう。うん。腕時計ね、それさ、あれじゃん、みやびちゃんじゃん。あ、くもありがとう。疲れ様、疲れ様。だるまありがとう。ハートありがとう。ありがとう。カップケーキ、違う。え、ほんとはカップケーキ作ろうと思ったけど、なんか時間があれだからちょっとやめといた。あ、だるまありがとう。あー、ハートありがとう。みんなありがとう。そう、みやびちゃんとさつきちゃん。こんにちは。え、全然難しくない、普通に焼くだけ、焼くだけのやつ。タルト、違うよ。今飲んだのは水だよ、普通の水。ホットケーキ、そう。あ、テロップ、あれ、今やったと思ってた。ちょっと待って、
待ってね。OK、できた。焼き方？焼き方？ない。とりあえず作ってみようみたいな感じ。頭のリボン嫌いな。嫌いじゃないよ別に。つけてないだけ。流れ星ありがとう。焦げ焦げねえ、焦げ焦げとか言うのよ。かけるなも同じ。そう、かけるなと一緒。ホットケーキ丸焦げにした先輩がいまして。丸焦げ、もうここは大丈夫だよきっと。丸焦げにはしないよ。そう、 SKE のやつ水並べたよ。ねえ焦がすの基本って、みんなそんなに。あ、ありがとう、流れ星ありがとう。まずお姉ちゃん、え、大丈夫だよ、絶対大丈夫、絶対自分で作れる。作ります。喋りかけないでほしい。こんにちは。ね、自分で作るよ。自分で作るって。よいしょ。待って。まずは、あ、キウイになった。ありがとう。ありがとう。ホットケーキミックス入れます。ちょっと待って、なんかこれ上にしちゃった。できた。すでに危なくし、危なくしくないじゃん、できてんじゃんか。ハサミある、開けちゃった自分で。ちょっとこれで何すんの。卵と牛乳だって。牛乳を入れます。牛乳、あ、ちゃんと測っといたから最初。卵、待って、手に小麦粉ついた、待って、怖っ。うお、手洗う。全然コメント読んでない。ね、殻入ってないの。混ぜます、混ぜます。卵は卵から言われるって。だってさ、卵焼き作れるもん。卵焼き作れるもん。え、絶対分量おかしい。大丈夫か。
マジマジ。卵焼きと目玉焼きできるよ。卵焼きは卵をなんかくるくるするやつで、目玉焼きはほんとに目玉みたいになってるやつ。できたできた。おーい、取れた。焼きまーす。これさ、焼くの。これでいい。オッケーオッケー。できたできた。お姉ちゃん、ね、お姉ちゃんとさ、目の前にいてめっちゃ見てくるからさ、ちょっと気まずいんだけど。やだねー。ね、危ない危ない。ね、これどうしよう。これでいい。焼きます。焼きます焼きます。いくよ。え、これ絶対温度低い。できた。ね、プレートさ、温めたよ。温めたよ、さっき温めた。謎の配信みたいになってんだけど。とりあえず3個やります。ね、待って、これ立たなくなった。やだ。あ、できた。できたできた。頭はたけそう。頭はたけそう。こんにちは。全然みんなと会話してないで。あっ、忘れた。ああ、忘れた。忘れちゃった。まあ、大丈夫大丈夫。なんとかなるさ。あ、ハートありがとう。ハートくれたい。ボン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 。ありがとう。ね、これどんぐらいやればいい？もういい？表面がブツブツしてきたら、え、もうしてきた。え、ダメ、全然ダメ。え、これ一番さ、温度高くしよう。お姉ちゃんいろいろ気をつけてね。なんで？なんでよ。いい匂いする。いい匂い。おー、休憩。あ、ありがとう。ね、待って、ひっくり返すの。
危ない。どうすこ。どうしよう。200とか。200とかできる。あ、流れ星ありがとう。ありがとう。ね、いい匂いしてきた。ちょっと待って。ね、やばい。あ、壊れた。もうちょっとだね、もうちょっと。もうちょっと。あ、ハットバラありがとう。ありがとう。15分経過したって壊れた。ね、割れた。結構難しいよ、ホットケーキって。できるんだけど、ホットケーキぐらい絶対。面白い。油必要だった。いや、わかんない。なんか割れた、割れたんだけど。あ、ハートありがとう。160度、イエー、160度。プレートにくっついて、プレートにね、なんか割れた。待ってね、もう一回チャレンジ。よいしょ。焼くだけじゃない、焼くだけじゃない。ちょっとひっくり返すよねって言って。ちょっと待って、やばい。壊れた、本当に壊れた。壊れた、壊れた。の最後の1枚だけうまくいった。めっちゃ餃子作ってない。パンケーキね、待って、大変なことになった。見て、取れた。3枚今焼いてる。ねえ、やばい、爆発しそう。見て、やばいよ。割れた、割れた。こっちは何してんの、パンケーキ焼いてんの。え、でもね、これだけうまくない、うますぎる。食べかけみたい、食べかけ、みんな食べかけみたい。見て、やばいことになった。まだ大丈夫、まだ大丈夫。今は失敗作ということで、まだまだ焼くぞ。やだよ、やだよ。ボロボロやねえ。まあ本当にそうなんだけどさ、今そう、練習練習。でもこれうまい、ほら、うますぎる。お姉が食べました、食べられたから、こんなになったっていうことにしようよ。おお、綺麗でしょ、でしょ、でしょ。じゃあちょっと失敗したやつは違うところに置いて。こんにちは。うますぎる。お皿に置いときます。次、バター引いとこう。失敗したの別にパパイキじゃないよ、自分で食べるよ。やだ、顔面焦げそう。ホットケーキ焼ける、ホットケーキ焼ける。え、なんか焦げた、大丈夫そう。バターを引いた。あ、流れ星ハート、ありがとう。こんにちは。なんかさ、大変なことになった、絶対。やだ、いいね、いいね、いい、やります。もう焼きそう。ねえ、焼きそうじゃないし、絶対や、ああ、失敗しないとか言ったでたのに。熱い、めっちゃ熱い。
あ、音符ありがとう。めっちゃ顔面熱いよ。よいしょ。次はうまくいくということに。よいしょ。バター、え？バターってダメなの？マジか。やっちゃった。また三枚焼く。いや、ね、待って、やだ、大変なことになった。できた。紅生姜入れた、ね、紅生姜入れてないし。紅生姜さ、ホットケーキに入れる人いんの。幸せなくて。ね、めっちゃ顔面熱い、多分黒焦げ、な、そんなことないから。大丈夫。どすこいどすこいどすこい。まだだね。まだひっくり返しちゃいけないらしい。今度は割れない。タコ入れるの。え、タコじゃなくてタコ焼きじゃないかな。明太チーズ。ね、ホットケーキに明太チーズ。ほっぺたが赤い。めっちゃ熱い。たのはチャルくん、チャルくん食べたら太りそう。油はティッシュで拭きと、え、そうなの。やべば。やります。ひっくり返します。あ、大丈夫だよ今回は。よいしょ。あ、ありがとう、流れ星。ちょっと食べたばっかり。え、お姉ちゃんに食べてもらえません。成長してますね、ほんと。あ、ありがとう。何これ、ありがとう。これは何、ギター。良さそうな音してる、ほんと。え、でもうまく作った。あ、ありがとう、ハート、流れ星ありがとう。かつお節あれまかないよ。ハートいっぱいありがとう。熱い、触っちゃった。熱い。でもね、自分の手だし。元が見えないけど大丈夫そう。大丈夫そう。やけどしないようにね。しない。でもいいかな、わかんないんだけど、全く。見て、うまい。待って、見て見て、ハート。見えないか。ハート、ね、ハートにしたの。以上、やればできる子。え、来た、見て。いや、自分でハートにしたの。美味しそうでしょ。なんかさ、チリチリいってるけど大丈夫。今は6枚焼いた。チリチリ。お店出せる、本当？みんな来る？大丈夫？あ、ありがとう、ハート流れ星5だって。ありがとう。あ、グーグーか。グーにしちゃったかって。チリチリいってるよね、なんか。大丈夫かね。え、これでかいの1枚焼こう。めっちゃ特大。あ、ありがとう、みんな、ありがとう。爆、ね、爆発しないし。そんなそんな。後ろにスケール1234567、え、1234567本だよ。丸焦げ期待してたの。期待しないで、期待しないでよ。ニュースになるよ。
なんかさ、喋ってくるんだけど、やだもん。ありがとう、ブ。ママと姉ちゃんが目の前にいて、なんか言ってくるんだけど、すごく嫌だ。嫌だ。気まずいね、なんか恥ずかしいね、見られて。そう、いた。ご飯食べ終わったら出てってよって言ったのに、出てかないの。こっち見てるんだよ。反抗期かな、反抗期。スクショタイムを取れだって。スクショタイム勝手に。これとスクショ。ハートの皿って何？ハートの皿って何？全くわかんない。な、誰もありがとう。なぜ焼く前も、焼く前これとさ、スクショでしょ。どう、取れた？なんか違う。え？ちょ、焼きますね、でっかいの。なんかホットケーキと一緒にスクショって。ね、わかんない。なんかハートがなっちゃらって言ってる。ハートをお皿。どういうこと？パンケーキ。どういうこと？こういうこと？ちょっとわかんないね。ここには理解できません。うまい。カメラ、いや、なんか何かやってるけどわかんない。上手、ほんと？ね、ハートうまくいった。ハートの型に焼いたの見せながら。あ、そういうこと？お皿がない。綺麗に焼きたねでしょ。一応焦げてないよ。ハートだけを取るってこと。お店出せますね。みんな来る？大丈夫かな。なんかすぐ閉店になりそう。こういうこと？これで合ってんのかな。どう？これがスクショタイム。みんなありがとう。ありがとう、いっぱい。かわいいでしょ。見て、うまくない？ハート、ふふ、うまいでしょ。すごいやんでしょ。ハートありがとう。流れ星ありがとう。食べたい。食べる？近い近いって。料理配信とかしないよ。すごい上手に来たでしょ。うまいでしょ。ハートありがとう。焼こう。でっかくハート焼こう。これ余った生地全部使うわ。やります。あと味が、味冷凍して家まで送ってください。了解です。了解ですとか言って、ありがとう。デコレーションするの？する、後でする。まあそれはどうなることか。やばいやつできそうね。そんなこと言わないでよ。焼きますね。やります。待って、ハートじゃないのできた。
全部取ります。ね、待って、ハートじゃない、ハートじゃない、やだ、ハートじゃないのできた。こんにちは、大変だ、大変ね、ハートじゃない、これは何形を整えよう。なんか猫みたいなのできた、猫の頭がないバージョンみたいな、耳だけバージョン、四角形違う、え、なんだろう、なんかこういうやつ、こういう形、ハートじゃないんだけど、なんかこんな、え、むずっ、ドラえもんか、違う、ドラえもんだって丸じゃん、猫にしちゃえ、ね、なんか猫みたいな感じ、逆にすごい、ほんと？親方のちゃんこ鍋作ってるとこ見たいです、ちゃんこ鍋ハート型を使えば、確かにその手があったじゃん、何も考えなかったな。こんにちは、かわいすぎ、ありがとう。ひっくり返しますね、これ失敗したらさめっちゃ悲しいじゃん。できた、ひっくり返したらさ、なんか違う、それ分これはメイド服だよ、ハロウィンの時に着たやつ。こんにちは、ね、これ分かんない、よく分かんない焼き加減が、でも焦がしたくないよね、顔面が本当に熱い、お嬢様のような、本当、あ、お姫様のようなこんにちは、あ、ハートありがとう、ありがとう。普段着、普段着でさこれ着て歩いてたらさちょっと変な人だと思われちゃった。そんな普段着は普通の着ますよ、大きいな、火落とさない、そうだよね、後ろにある緑色の CME ミラクルボタン、そうだよ、これさ後ろの棚と植物が綺麗、本当にありがとう、焼けた、え、なんかなんだこれ、なんだこれわかんないものときた、それ着て学校行っちゃおう、ねえやばい人になっちゃうじゃん、待って、はい、一応ハート兄弟ということで、できたよ、じゃーん、うお、いや、もうやばい、バレてバレてないよ、一応ちょっとどう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 、危なあ、この方がいい、ね、一応ハートでも、猫どこ、これ猫、うまくでしょ、一応さできたよ、ありがとう、ハート、一応両方ハートのはずなんだけど、大きいハート、そう、お腹すいた、食べますか、食べます、ハートに見えるよ、本当よかった、じゃあのホットプレートがちょっと乾きすぎるから食べる、よいしょ、え、間違えた、思ったより猫そんなに、まあ、一応ハートなんだけど猫っぽくない、ハートキャッチプリキュア、え、そんなのいたっけ、プリキュア、もし丸名前明けだったらレンジで人生は火が通る、そうなん、できたよ、これと
これこの一番上が一番綺麗に焼けた。こっちゃんがこんなにたくさん作ってくれたら食べ過ぎて、何これ、痛風治んない、痛風って読む、ね、全部自分で食べないよ、全部はさすがに山盛りだ。後ろちょっと全部さ、全部さ見せる。パンケーキ、スクショタイムね。ケチャップで、ケチャップ、チョコとキャラメルとホイップクリームした。どうでした、ありがとう、いっぱい食べるね。さすがに全部で自分で食べないよ、さすがにね。チョコペンであっけ、可愛すぎてお腹いっぱい、本当にいっぱい。すごい、朝レイクを大変だったから全部もうやってきたことになってるやん。ソースとマヨネーズ、それお好み焼きじゃんか、全部こっちゃん、全部は食べない。素敵なほね、ちょっとさ、こっからお絵かきしたいと思います。あ、本当にできる子だった、よかった。できない子だったと言われたら困っちゃう。こんにちは、お絵かきタイム、お絵かきタイムする。こんにちは、どうしよう、チョコで描こう。こんにちは、絵はやばい、え、じゃあのでかいさハートにさ描くからさ当ててね。え、かける気しない、大丈夫かな、垂れたら終わりじゃない。描きます、やばいやばい、ね、ソースってあ、ね、待って、終わった。意外とチョコペンってさ大変だね、見て、ドスコイって書いたんだけどね、ね、やばい、ね、やばいやばい、これはしょうがない、垂れちゃった、垂れちゃったねえ、垂れたどうすこ、え、ね、本当はどうすこい見て書こうとしたんだよほらねえ、ちょっとお姉ちゃんたち笑わないの、怖い しょうがないよ。ホイップクリームするね、ねえ、みんな笑ってるからさ、もう今日ってハロウィンだった、ずっと笑ってんだけど。ホイップするね。昨日はココアちゃんの配信見てのバレたから、バレるのかな、うん、バレバレバレましたよ、みんなめっちゃ、ちょっとさ、さすがにホラーすぎじゃない、やばいよ
でもさ、味が良ければいい、いいよね。こっちはアイドルで、ね、チョコペンで多分書いてもみんな同じハメに合うから。待って、どうしよう、ハート書くね、絵にする。やだ、できた、ハート。呪いのホットケーキ、呪いのホットケーキって、お姉ちゃんにやってもらう。お姉ちゃんにやっても多分同じ風になるから、きっと。ずっと笑ってる、爆笑してるんだけど。どうする。ねえ、ほら、もっとホイップクリームすればいい。可愛いのにする。さすがにメイド服着てんのにさ、ホラーはやばいよね。ホイップクリームを終わっちゃう。いやー、できた、できた、ホラーが消えた。目玉になったんだけど。目と目と口どう？隠した、隠した。逆に怖い。そんなこと言わないでよ。これから、これから可愛くなるから。さっきのはあのみんなを怖がさせようとしただけ。ちょっと待って、待って待って、楽しみにしてて待ってて。よいしょ、完全にホラーです。ありがとうございます。ホラーじゃないから、これから。だって開かない。よいしょ、わかんない、これどんぐらい？できた、じゃーん、できたよ。かわいいのになった。やばそうな音、何やばそうな音って。イエーイ、マジでねー、すごいね、小さい葉っぱ。そうする、すごい。お、どう、可愛くなった。どうら、よくない、形に、でしょ、ほら、かわいい。どんどんさ、下がってくしさ、ずっと笑ってるしさ、そんなにやばいか。チョコでか、またまたホラーになるけど大丈夫。ね、スクショタイムしよう。あ、落ちる、落ちる、落ちる。ね、待って、ね、で壊れた、最悪。やだやだやだ、もうダメ。
チングホラーに行ってチグです、チクりました。本当にお姉ちゃんなんか勝手に爆笑してる。お姉さんの感想教えてください。汚いだってしょうがないよね今日は。もうでも次のは大丈夫だから。ホットケーキでホラーになるなんてしょうがないの。あのハロウィンだからそうしようとしたの、意図的意図的そんなことないよ。ほんと味さえ開ければでしょでしょ。そうだよ、汚いはひどい、ひどいだってほら、ひどいよね謎の地震ハロウィン終わりまして、終わったけど心の中ではハロウィン気分。汚い、みんなやっぱり悪い子、悪いじゃない、できない子でしたって。ちょっと楽しかったわけでしょ。ありがとう、ちゅうありがとう。ちょっとやばい子ね、違う、今日だけやばいのは今日だけで、みんなさこれさ食べに来るでしょみんなこれ食べ来るでしょ、食べ来る、冷凍して送りますに行く。あ、よかったよかった、これで食べに来ないとか言ったらどうしようって思ったよ。ありがとう、送らないでねえ送らないでって、食べに行きます。ありがとう、ありがとう、ハート、またホラーしてみよう。ホラーちょっと今日は、今回はあの失敗しない、そうで失敗したみたいな。食べるからこっちも投げていいよ、ふい投げた投げた、食べれた、口の中入った。再販してチキンかべます。ホラーね、みんなホラーって言うじゃん。こっちゃんにしたね、ね、こっちゃんにしてはって何を、喉に詰まりましたねこっちゃんの人生危機だよ、危機だよ。あの食べ物作れないだけなんで、た食べます。何それ、食べよう、全然ホラーじゃない、美味しそうでしょ。もうホラーなくなったの。失敗は成功のもとっていうし、確かにそうだよ。飲み物用意しとかないと危険かもねえ美味しくなるよ、美味しいよ絶対。ハートありがとう、口の中わさわさになったって。ちょっと美味しくなくても美味しいって言いながら、ちょっとみんな絶対美味しい、味はね、見た目はあれでも味は美味しいから大丈夫。とりあえず生中とパンケーキください。いいよ、どうぞ。ちょっとこっちの方がいい、こっちね、こっちだと上手じゃない、うまくない、美味しそうに見えるでしょ。確かに美味しいと思うでしょ、大丈夫でしょ大丈夫だよ、美味しいのが一番でしょ。見た目が良くてもやっぱりほら味が良くないとダメじゃん。美味しそうに見えたでしょ、ほら美味しい美味しい。ホットケーキミックスなので味は自信がありますね。姉ちゃんに食べて姉ちゃんに食べてもらって感想を。え、嫌だ、だって嫌だって言われた、うーって言われた、ひどっ。 SK のキッチンカーで販売ありますか、
したいね。お姉ちゃん食べてみて。嫌だって、口の中に入れれば一緒だから。食べませんだって。口開けて待ってんだけど。ホグが食べます。結局お姉さんホグが食べるね。ね、チョコさつきそう。食べます食べます。でも自分で食べろって言うから、自分で食べるよ。お水用意した。お水あるよ。僕は嫌だってね。ねえちょっと食べます。え、これどうやって食べればいいの、わかんな。愛情しよきっとでしょ。でも大変大変。おいしいよ。おいしいよ。おいしい。まさかのガブリスキ。え？ガブリスキしか思いつかなかった。フォーク持ってくるの忘れたんだよね。くれた。鼻につきむ。ね、その写真をブログに載せたよ。フォークをもらったよ。食べる。ちゃんと中まで開けてるよ。でもクリーム溶け溶け。ルルお姉ちゃんちょっとみんな変わんないと思う。おいしいおいしい。やっぱり可愛いや。ありがとう。それとけます。ホットケーキじゃないケーキかな。ホットケーキだし。食べますか。食べる。こんにちは。あ、ハートありがとう。もぐ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 。ね、待って、ここさ作るのパンケーキだけじゃないの、忘れてた。作ります。あと30分しかないの。あの1時間半やる。ちょっとお姉ちゃんが音量を出していてよく聞こえちゃう。焼きそば、ねえ違う。え、絶対次大丈夫だよ。コップに、うん、パフェ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 作るな。今度たこ焼きやろう。忘れ、ねえこのホットケーキに、ちょっとホットケーキにいっぱいいっぱいだったと。コップに今度ただつけるだけ。スプーンあった。もう大丈夫、作れるよ。ここね、小さい時になんか野菜作ったの。
野菜作ったんだよ野菜ってあのサラダ作ったの、あの一からじゃなくてあのなんだっけなんだっけ、あの野菜を切って作ったんだよ。なんかそこになんかバター入れたらしくてなんかパパに食べさせてたらしいバター入れてパパに食べさせてたんだって。ちょっと面白すぎて、本当に本当ちっちゃい時って面白いね。お手皿ですか、なんか分かんないね本当に。バター入れるってどんなさどんなあれだよね。これにこれを、でもパパは食べてたらしい、ちゃんと偉いね。バターサラダ温めたんかね、バター、それともそのまま入れたのかよく分かんないけど。生クリーム絞ったらキャラメルをいきます。パパさんよく言って、ちょっとなんか死んだみたいな言い方やめてよ。それだけで大丈夫だから。よく食べたね、普通嫌だって言うよね。キャラメルをかけた、横から笑い声、なんか目の前ですっごい爆笑してるんだけど、毒盛られた持ってない、バター溶かしてたって。バター溶かしてかけてたらしいよ。大丈夫かな本当に、パパさん丈夫でよかでもなんかお姉ちゃんは多分そんなん食べたくないわみたいな感じで多分言ったんだろうなと予想していきます。溶かし豚、ここまでやったら何するんだっけ。あ、フルーツを乗せたいと思います。ドレッシングが多分そうかも。これは長野県のマスカットだよ、乗せます、乗せます、乗せます。え、これどうしよう、3つ乗せる。で待って、パパ生きてるね、僕なら死んでるって。ちょっとあ、誰みんなやってみてね、絶対やばいと思う。ちょっと待って、はい帰ってきた。みかんと何これ、よくわかんないやつみんな笑ってる、もうやだ。以上、フルーツの下どうね、これならさ美味しそうじゃない、ほら大丈夫、ね、よくわかんない、大丈夫です、ちゃんと、ちゃんと、あ、そう、桃だ、ちゃんと買ってきたやつなんかな。で、ホイップクリームのせたアイス、わかんないな、これならいけるでしょ、これで絶対甘くてやばいね。おーおおこんにちは、ドスコイ T シャツ披露する前に糖尿病で死にそうです。ちょっとちょっとちょっと、そんなこと言わないでよ。なーん。よし、ちょっとちょっと。落ちがないよ。落ちない、ない。いい感じでしょ？ってことで、アイス取ってきまーす。わ、失った。大変。冷蔵庫に物が落ちた。ただいま。おじさんには辛いメニュー、そんなこと言わないで。午後のパフェ食べたらパワーいっぱい、パワーいっぱいだよ。ここでアイスを入れていきたいと思います。かわいい、ありがとう。でこれさ、丸ごと1個アイス入れていいかな。バニラ、これはキャラメルリボンだよ。硬い、なんか硬い。よし、よいしょ、これでマスカットをまた乗せよう。あ、待って、なんかすごいんだけどねえ、やばい。そう、サーディワンのやつ、待って、これ絶対さ変なことになった。
よいしょ、できた。見て、なんかやばくない？なんか絶対難しかったのせなんかよかった。いやー見る。できた。できたできた。これで待って。ちょっと待って。ちょっとアイス潰す。できた。え、あ！パフェの完成。どう？あ、やだもう食べちゃおう。ちょっと待って。ただいま。これはね。キャラメルリボンだからなし。そう、3秒ルール。でもね、あれだからキッチンとこにちょっと、あ、お姉ちゃんが食べたいね。バター乗せないって。食べます。美味しそうじゃない？これはさ、多分きっとみんな食べたいと思うよね。いただきます。よいしょ、いただきます。うんふん、おいしいよ。マスカット、なんかお姉ちゃんが手伸ばして食べたいって言ってる。すごい。おいしい。やだね、食べたいって言ってる。ちょっとアイス食べてからあげますね。はい。プレゼントした。お姉さん、なんかこれはいいらしい。パンケーキは嫌だって。みんなも食べたいでしょ。チョコソースなしなしだよ。お姉さんの感想、おいしい。おいしい。アイスか。アイスがおいしいだって。ひどいね、なんかアイスってもともとできたものじゃんか。パフェの感想を言わないで。待って、こっちゃん呼びで。こっちゃん、キラメルリボン、え、盛りすぎ、盛りすぎです。でもさ、盛りすぎの方がいいよね、絶対の方が美味しいよ、アイス。だってアイス自分で作ったら時間かかっちゃうじゃん。パンケーキもね、絶対冷めた。配信終わったら美味しくいただきます。みんなも食べるでしょ、パンケーキ。え、なんか帰ってきた。なんかすっごい汚くされて返された。みんなには見せれません。すごい、お姉さんありがとう、ありがとう。流れ星、こっちゃん雑じゃないよ。コウコ頑張った頑張ったのに。いい姉妹にほっこり。最後はパパが全部、最後はここが全部食べます。アイスは溶けちゃうから。パフェは食べたい。パンケーキも食べたいでしょ。あ、そう、アイスはないよ。も食べてくれた。あのさ、こっちゃんにはできる、できる、できることが分かったね今日。ありがとうハート。お姉ちゃん、お皿持ってきて。あ
アイス、ね、アイスだけくださいってちょっと。出てきた。これさ、上手にいったパンケーキなの。これに盛り付けをしたいと思います。めっちゃ綺麗でしょ？チョコはかけるのやめときます。バターさ、ね、もうやばいよね、本当に。何を作ってたんだって感じ。でも絶対さ、小学2年生とかじゃないかな。またホラー、ね、ホラーじゃないって。大丈夫です。お姉ちゃんがやるとか言うけど大丈夫ですってことはって言った。メールで。じゃあさ、あの2つパンケーキをやってどっちの方がうまいか勝負したいと思います。のんちゃん、姉ちゃん、断らないで。最初、あ、お姉ちゃんが先やる。こっちね。でもあんま使わないで終わっちゃうもん。ちょっとわかんない、何言ってるか。チョコはーい、あー待って、よいしょ。これはいらないの。お姉ちゃんもきっとホラーになるということでお話ししてよ。ありがとう、いっぱいありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ハート、ありがとう。またお腹痛くなるの嫌やね。ちょっとお腹痛くならないで。おお、投票で決める。そうする。ココハちゃんの配信は結構見てるの。昨日たまたま見ただけだよ。そしたら見つけたぞ。ちょっとみんなね、見つけたんだけど、あのココハちゃんのコメント欄に登場しといてよ。もう登場した、登場した。あの携帯からここの声流す俺いなくてよ。そう、なんか見てる人みたいけど、なんかね、言っといたんだけど、トーク会で嫌だよって言ったのにね。もうバレバレよ。でも結構ね、何これ。はい、ホラーでーす。ホラーの完成、ホラーの完成。こっちゃんの情報仕入れに。本当かな、本当かな。じゃあちょっと今日も見てみようかな。全然、え、ほら、え、これを横にするとホラーになるの。じゃあココアさ、なんて書けばいい。ココアなんて書けばいい。お姉さん甘いかも。ちょっとひどい。そんなにたくさん書けないよ。ねえ、なんて書けばいい。ドスコイさんチャレンジ。ドスコイさんチャレンジ。書けない、そんなにたくさん書けない。ドスコイ、もう一回ドスコイでいく。絵でも絵いやで。え、どうしよう。どうする。ホラーってか、ちょっと、え、どうしよう。ビスにします。これは書きます、綺麗に。できた。え、うまっ。できたよ、できた。え、うますぎない、さすがに。え、うまい。ね、簡単すぎる。え、簡単すぎる。うまいよね。あとチームで15,973ポイントだって。うまいでしょ。うまい、うまい。みんな拍手して、お家でも拍手して、みんな
手叩いてちゃんと予想が、え、なんか下手みたいな、ちょっとちょっとパチパチ、あ、ありがとう、ありがとう、パチパチありがとう、お、ありがとうみんなでパチパチ、盛大なお祝いみたいだね、なんかやればできるかでしょ。上下合わせなかった、上下合わせなかったの、上下、ああ、確かに。ってことで勝者はここだよね、勝者はここでしょ、みんな、みんな投票、え、ちょっと待って、前どうした、連勝、え、なんで、みんな、みんないじめひどい、こっちゃん、わ、こっちゃんなって2位やね、ちょっとちょっとちょっと、お姉ちゃんっていう人ダメだよ、こっちゃんっていう人はいいよ、視聴者小投票って何、どうやってやんの、ね、投票どうやってやんの、教えて、しょうがないから、こっちゃん、 ありがとう、投票機能を使う、どうやって使うの、投票機能わかんない、おお、なんかどっか行っちゃった、え、待って、え、なんで、お姉ちゃん、なん、ママ出てないじゃん、どすこい、お、メニューに投票がある、え、本当に、メニュー、メニューってどれ、あった、投票開始、え、何これ、どうやってんの、あ、これさ、どういうこと、1位がじゃあ、うん、1位がここで、のので2位がお姉ちゃん、お姉ちゃんの2人じゃんか、おー、1位の方が多い、1位の方が多い、1位がここ、2位がお姉ちゃん、なんかちょっと待って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 、ちょっと2位多すぎじゃん、なんかちょっと2位、ちょっとちょっと見えるね、青すぎない、え、ちょっと黄色はどうした、黄色どうした、ちょっとなんか青しか見えないんだけど、投げてるものが黄色、なんか2個ぐらいしか見えない、あー、黄色入れたって、ありがとう、それ当たり前だよね、だってほら、うますぎる、ちょっともうなんか投票終了しようかなあ、黄色もいたよ、お、なんかちょっともうそんなことないよね、ちょっともう青すぎるよね、みんな待て待て投票しましたよ、あ、開票しましたよ、ちょっとやめますね、もう投票、あ、ココちゃんしか勝たんだって、ありがとう、嬉しい、それは終了します、結果1が 44.2 5が 50、 おーいおーい、負けて、ちょっとみんな、それはそうって何、ほら、これとこれだよ、絶対ここの方がうまいでしょ、みんなもうひどい、じゃあこれはこれでまたデコレーションします、みんなツンデレね、みんなツンデレだねお姉ちゃん13期に応募しますか、しますか、だってこうだってこっちゃんは最初にほらね次あったらこっちゃん買ってるでしょ、買ってるよ、みんなに愛を届ける、ちょっと待ってね、え、終わった、大変です。
みんな助けてください。ぬいちゃんはもう勉強するって。13期のお姉ちゃん入ったら楽しみになるね。え、なんでそっち行くん、なんでそっち行くん。ここですよ、ここ倒しでしょ。お姉ちゃん13期待ってます。待ってません、入りませんってことにしとこう。13期待ち遠し、ちょっとみんな何に期待してんのよ。ここのファンが消えてくじゃないか。すごい音するんだけど、ふっくりと。どうしよう、お姉ちゃん押せるわ。ちょっとなんでそっち行くん。かわいい、できたよ。姉ちゃんかわいいポーズしてる。今から推しにします。ここをね、ここを推しにするんだよね。どう、ほらパンケーキ向き揃えて、向き揃えます。はい、写真タイム。花火を見たく、どう撮れた。こんにちは。なんでお姉ちゃんは楽しみにできるのに、ここは楽しみにできないん。撮れた、ありがとう。いいね、ありがとう。落とすなよ、落としません。待ってね、撮れた。あ、よかった、ありがとう。みんなの携帯の画面の中はここでたくさんパチリ。お、傾けすぎると落ちちゃう。あのね、ビスのこのモデルオーディションが終わったら、あのホールケーキでも作ろうかな。すごいことになりそうだけど。あ、こっちゃんのスクショがどんどん増えていく。お、もっともっと増えていかなきゃ。とても映えていてよかった。お、バナナ、あ、バナナあるよ、なんかここにあるよ、バナナ、バナナ。あ、なんか上取っちゃった。ホールケーキ大丈夫ですかね。ホールケーキに手を出すな、ちょっと。何握手してんの。手を出します。完成メールも写真で送ってね。そうだね、そうする。見て、バナナ、あ、バナナ、すごいことになりそう。悪い意味で、いい意味で。でしょ、こっちゃんのお姉さん美人姉妹だから可愛いでしょ。お姉ちゃんは可愛い系よりかは美人系の方の顔かも。またハグあげるんかね。バラが来た。クリスマスね、クリスマスいいかも。やる気に満ちゃう。それでどんどん慣れていく。たこ焼きとお好みね、たこ焼きやろう。たこ焼きやりたいな。美人系好きです。え、え、お姉ちゃん見てみて。お姉ちゃんは顔出ししません。ライブで会いましょう。だってライブで みんなさ、ワンちゃんさ、隣に座ってる人お姉ちゃんかもしんないんだよ。パパかもしんないし。スコーンとかなら簡単だよ。ね、スコーンね、ママ作るよ、よく。お姉さんもにも顔にほく、お姉さんには顔にほくろどこにある？ちょっとわかんないです。お姉さんが映る事故起きませんか？起きません。お姉ちゃんは白い、白い。こっちゃんの目だけ、お姉ちゃん配信。え？どうせみんなそっち行くんでしょ？いやよ。お姉ちゃんの子さんになりたいねえ。ダメ、お姉ちゃんと、あ、パパとお姉ちゃんは南沢ってなしませんよ。南沢記ね。158cm。 え、なんかさ、似てるからバレそう。ワンちゃんバレるかも。お姉ちゃんライブにいたら、ここを見てください、そっちは見ません。こうちゃんにお顔見てたらわかるかもね。わかるかも。普通に歩いてたらバレるかも。なんかさ、一緒にさ、歩くからバレるかも。こ
こんにちは。いろいろ工夫して配信してて偉いね。ありがとう。今ならこっちゃの補佐になりますか。なれるよ。なってね。ココっての札をつける人がいたらお姉ちゃんですか。うん。そう。あ、かおちゃんだそうです。違いました。ココじゃないです。チーム E 公演応援しなきゃね。会えるかも本当にね、同じ日だったら。パパと仲良くなろう。パパと仲良くなろう。パパはあの関係者席だとコールできないから、あの普通にあのお宅の席がいいらしいです。ステージのこっちゃんより隣のお姉さん、ちょっとどこ見てんの、こっち見なさい。お姉ちゃんもこっちゃんに負けない美人なのかと思うとドキドキしてきた。ここの方が可愛いよ。勝手にね、ドスコイ T シャツ着てるのでお姉ちゃん声かけてください。だってはーい、だって佐藤かほちゃん、そうお姉ちゃんいたら、ちょっと生徒さんなら分かりそう。確かにね、お姉さん、そうお姉さんは相撲とっても弱いです。誰しもいつか止まる心臓大好きです。だって長野県で探してお姉さん、え、なんかお姉ちゃんがココ見つけたら隣にいる。さすがオタクパパ、そうオタクの方で叫びたいなし。お姉ちゃん誰々に並んでますか。え、でも握手会とかあったら多分ガホちゃんとこ行きそう。ガホちゃんオタナのお姉ちゃん、そう、え、そう、ガホちゃんオタナのラブだって。パパオタクなの。そうだよ、カホリンの特会には変わってますか。まだ行ってない。パパ音のか。こんにちは。オレンジ黄色のペンライト振ってるかな。え、この間振った、振ってたよね。振ってたって、振ってたってよ。お姉ちゃんお題にするとこっちゃんが焼き餅焼いてくれると聞いて、ちょっとどっから情報聞いたのよ。こんにちはお、ね、え、ちょっと待って、お姉ちゃんにハートの目がついてる。ここでしょ、早く持たなきゃ。ダメ人間の T シャツ着てる人も声かけてください。だってはーい、だってパパも好き好きの好きだよ。姉ちゃんを押す方法教えてください。ないです。ここを押し方法ならあります。流れ星ありがとう。みやび、あ、パパみやびちゃん並んでた。パパみやびちゃん、パパみやびちゃん、みやびちゃんのパパ。あ、流れ星ありがとう。こんにちは。パパさんの12期推しが誰か知りたい。ココでーす。ココでも当たり前じゃん。姉さんのショールーム配信何時からですか。宣伝後です。こっちゃんペンライト振る、ありがとう、嬉しい。振って振って、あ、ハートありがとう。パパと一緒に推し活したい。隣にいる人がそうかもしれない。こないだ絶対誰かとさ隣に座ってたってことじゃない。会場でお姉さんのお話レーンできそう。できません。ここのお話レーンならありますよ。千年か、生きてられるかな。ライスライス、じゃあせ、ちょっと、ま、なんでよ、ここのとこ待ってて、なんでそっち行っちゃう、悲しいよ、泣いちゃう。ちょっとみんなもうなんでそっち夢中になってんの。こんにちは、あ、流れ星ありがとう。ママはパパのオタ活を強化してる。え、だってさ、あれだよ、もう子たちが生まれてくる前ぐらいから好きだったから。え、そうだよね。え、話を聞いてくれません。パパさん絶対ピンクピンクしろら、そうだよ。こっちゃん可愛い、ありがとう。こっちゃん握手してもらう。後ろにが、ちょっとさ、うるさくてさ、この子たちの声に聞こえなくなっちゃうよ。ヒットするこっちゃんかわいい、ありがとう。子さんやん、みんな子さんなって。生まれてくる前くらいだと思う。生まれてきたくらい、わかんない。あとはチームは6758ポイントだって。パパがここ派、ここでもここ名刺だったらどうする。ここはここでも、あ、そういうこと。あ、
そんなことありえません。ココのこと大好きだからね、パパは。みんなお姉ちゃんをしてる間にこっちゃん毒語エヴァって感じだめ。こっちゃんパパは誰に似てますか？人に似てるパパは好きよったなの。フォーテートグループが好きです。パパさん握手会こっちゃんのれ並ぶの？並びません。パパは横浜のあの子を好きになっちゃったがめっちゃ大好き。本当にさ、ずっとリピートしてんの、車の中で。なんかあの帰る時、あのその声出して行こうぜ公演の時に一緒に帰ったんだけど、レッスンで、その時に寝てる間にずっとそれリピートしててほしいって言われて、家帰るまでずっと3時間あのずっとリピートしてました。あ、独占あらまあでも好き。あ、じゃあでもなんか最初は AKB から始まったから、うん、本当にちっちゃい時からだよ。ずっと好きだもん。なんかめっちゃ昔のやつとか持ってる。パパがこっちゃん好きすぎてやばいエピソード何かありますか？なんかある？なんかある？うん？パパがこっちゃん好きすぎてやばいエピソードないだって。ないらしいよ。あと3分。本当だ。めっちゃお得。一曲をずっと一曲をずっと聴いてる。でなんかその公演見るときもなんかそこみたいみたいな、ずっとそこ。3時間そうだよ、ずっと。そう。セレフで大変わがままだから。お姉ちゃんはめちゃくちゃわがままだよ。ここ以上にわがままかもしれない。1時間半ね、本当にそう。でも8時半から10時まではお話ししようね。パパさんもやばそうってなんと2分。パクはオタクしてる。ママパパオタクしてるパパを怒らないのやつしね。確かにパパさんもこっちゃん、あーどっか行っちゃった。いやー、あーハートありがとう。わがままなのか。みんなわがままなの。バターサラダはだいぶやばいと思うね。確かにそれ食べてくれたから、あのゴグが作ったクレームを食べてくれる。もしかしたらパパさんに会ったことある可能性も、え、あるかも。本当にあるかもしれないよ。お昼配信ありがとう。ありがとう。そう、総選挙行ったんだよ。だから会ってるかもよ。まともなのはお姉さん。お姉さんもまともじゃありません。パパが一番まともだよ。面白い配信ありがとう。ありがとう、みんなありがとう。あと1分だって。ママがしっかり、ママはしっかりしてないよ。たまに怖いよね。なんか怖いってそういう意味の怖いじゃなくて、怖い違う意味の怖い。急にね、あの頭が回らなくなる。また夜ね、バイバイ。見てね。あ、お菓子じゃなくて作ったやつは美味しくいただきます。バイバイ。8時半から見てね。バイバーイ。最後にはまあまあまあ、なんかやばいじゃなくて、怖いのやばいじゃなくて、なんかおかしくなる。あ、バイバイ。切ります。ありがとう。バイバイ。